はい、本日のワンポイントアドバイス、トラウマに、トラと馬は関係ないらしいです。トラウマを植え付ける仕事の方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ヌッキーと申します。ロラのコラを使ってね、ガチの矢倉をやっていきたいと思います。腕前はS プラスですね。 S プラスでございますと。頑張ってやっていきたい。まあ引き続き今日もビーコンを3個植え続けるという使命を持ってやっていきたいと思っております。どんくさいなあ、ほんと俺。処理わーわー、はいはいはい。どんくさかろうがちょっとずつこう歩みを進めていくことが大事であります。遅かった。叩いてが欲張りましたね。今叩いてからやろうとしたと。これ飛ばない。ビーコンある状況下でなんかもう無理するのやめたんで、僕の人生は。遅いんかよ。なんか軌道早めるギアとかねえんかな。もうちょっと一個奥に奥差しできてればビーコンよかったなと思ってますけど。ナイス。マジかよ、死にすぎなんだって味方マジでよ。マジでクソ。え、やばっ。ちょっとマジでこれダメじゃね。もう、なんで矢倉投げろや。意味がわからんマジで。なんでさっきから。やっと発動できた。飛車2枚、時間差2枚やり。飛車2枚やり、オッケー。ちょ頼むって、ま、全然きついんだけどマジで。ナイスじゃねえよ。こんなところでナイスとか言ってるその余裕がな、その油断がな、あだとなるんだよマジでよ。で最近寒くなってきましたね。その今年は秋がなく、いきなり冬になっていってる感じがします。すごいね、あの嫌ですね。はい話が途中で終わっちゃった。皆さんもあのお気をつけください。風ね、うん、風、インフルエンザ、コロナが終わったと思ったら今度風がやってくると思うんですよね。あのインフルエンザとかなんで、そこはお気をつけくださいという、あの自分への注意でもあり、世の中のこれを見てくださる方への注意喚起としまして、この動画を終わりといたします。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。